こんにちは。ミックスボイスの出し方を、まあ、僕の感覚で紹介していきますが、その前に基本的にはボイストレーニングの積み重ねがめちゃくちゃ大前提で大事だと思ってください。太い声で、あーやったり、あーこもらせる声やったり、あーあとは裏声も、あーあーあー、こういういろんな声色の組み合わせ、積み重ねが大前提で大事だとして、それを踏まえて僕の出してるミックスボイスの感覚を紹介していきます。めちゃくちゃ簡単な方法なので、ぜひ参考にしてみてください。まず一つ目、滑舌をってやってみてください。口の開いてるサイズはこのくらいで大丈夫です。極端に広がろうとしなくては大丈夫です。欲しい声によっては太くしてもいいけど、基本的にはあのボイパができる、これぐらいのサイズ感でいいかなと思ってください。一つ目、口のサイズね。で、二つ目、音程が上がると喉が上がります。やってみてください。あー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 、触ると上がって下がってしますよね。だから喉ごときは高い声になればなるほど上がると思ってください。イメージとしてはベロの奥側が上がっていくようなイメージで、考えるといいかなと思います。軟口蓋が上がるとかも言うんですけども、ベロの奥側が上がっていく。なので、あーベロの奥側が上がるから高い声が出やすい、喉が上がって出やすいです。で、今度強い声出してみてほしい。弱い声、強い声、交互に出しましょう。はははははは、まあ濁点つけた声とかでもいいですね。はははははあああ、どこにぶつかるかってさ、こっち側にぶつかる感覚ありません？なので音程を取るためにはベロの奥側が上がっていきたいんだけど、こっちに強く出したいんですよね。だから上がりながら下がるって感じ。はあ、はあ、こんな感じ。歌うとなった場合、これが音程によって位置をわざわざ変えます。いつかこんな日が来ることも、きっと、きっと、上げて下げる。音程を取りたいから上げないと出ないですよね。いつかっていう感じでやってる感じ。だから、いつかって下げるっていうよりも、音程を取るために喉仏上げる、強く出すためにこっちに出すっていう風にやってるイメージかな。わかりにくいかな。